まあこれ黒いね。真っ黒やね。このごぼうちゃんは。ごぼうちゃん。ごぼうこれであると切れるの。はい。こんな金ねたわしね。うん、ほら。うん。こんな長いと全部だ。いいかな。急いで。うん。この人ごぼうあんまり良くない。あ、そう。なんでわかる？カスカス。あ、そう。スマートっちゅうの。ほら。肉は違った。何々見せて見せて。どこ？ほら。どうなっちゃうの？ほら。おお。アコなんかないかな。うん。それアコを出すのは水素水じゃなくていいの？普通の水で。そうよね。あの歌にするの。うん。今はもう料理しても手間のかからん料理が人気があるね。ささっと本当に簡単に、うん、チーズとかケチャップを使おうで。よいよ。うん、うん、タケノコ見た量がちょっと当ててみて、うん、うん、ようけ取れたもんやね、ようけ取れたもんやね、ほんま。食べるのは、うん、人様にあげるものはいいものあげる感じね。うん、本当にそう。うん、本当。靴ばっかり家庭では、うん、どんなもん今や。やっぱりあのね、うん、サニーは魚が朝から好きみたいな気をつけてたんだ。あ、そう。ちょっと食べてみたが、うん、美味しかった。うん、
試食いうこと？今うちで。ああさようですか。ここで。これは長すぎると思う。3つに切ろうか。うん。これ切るの長いね。皮をむかんで、うん、でこれこうしたらほら、うん、安定ができるね。安定ができるというか安定するね。そうだから安定ができる。うん、で安定するね。切りやすいの？うん。解釈して、うん、こんな小さく切りすぎちゃいかんのね。分からんけど今の味が全然ないみたいな。うん、うん、なんかお吸い物が欲しいね。うん、そうでもないか。あのお吸いつけちゅう。あ、そう。もうほんでも疲れた。今日はもうそれ疲れた。うん、健太智博はもう完全に見つけ出したけど、安心した。タケノコの話になった急に。わかるやろ。なんとなくね。なんとなくね。なんとなく。なんとなくね。うん。本当はこれ人参を入れたいけど、もう入れんきね。ああ、人参入れたいね。医療や綺麗な。いっぱいになるだね、これ。かまんの。うん、そのうちにこれがほら、うん、本当はこの、うん、全部あのサイズを揃えたら綺麗になろうね。うん、今気がついた気もしやん。皮に栄養があるって言うけど綺麗にやがる。うん、皮をむかむ。うん、そう思うんじゃない。